まだまだまだ。さあ始まりました、東西戦。さあ久しぶりに徳田富永実況でいきたいと思います。どうですか富永さん。 Hey what's going on 徳田。いやなんか富永さん、最近俺がなんかなかなか来てない、だいぶ雰囲気変わりましたね。じゃあ OK 2P チーム、はいはいはい、いつもなりゃ、まあ、なんか、ふざけんなよ。富永さんがだいぶ、だいぶ話したくなって。いやね、そうだね、ほんとに。やっぱり、大丈夫、富永さんですね。さあ、じゃあ、運がいい。はい、運がいいね、ほう。やっぱりいつも富永さんだな。なんか様子おかしいけど、さあ、先発注意頑張っている。いきなり1ラウンド取って。頑張って、富永さん。頑張って、富永さん、この、ケンタユリアはどうですかね。ああ、でも、10-0 夢。10-0? 10-0 どうですか ?10-0 どうですか、そうそうそう。ユリアン。ケン。ケンが 10-0 か、さあ、勝利している運がいい。運がいいといつもの富永節。運がいいよ。さあ、そして富永さん。ここでできたのは、キシルの誠ですが。さあ、オッケー。同じ誠使いとして、キシル、どうですか。じゃあ、10-0。10-0だと。ちょ、お前も。10-0なんだと。10-0。さあ、いつもの富永のように、やはり富永が変わっていない。でも、だいぶ話しなくなったよ。まあ、誠運がいい。誠は運がいい。多分、9-1。9-1。そうそうそう。あー、そういうことですね。はい。やはり分かりやすい富永さんのいつもの説明ですが。運がいい。はい。自分がかなり久しぶりの東西戦なんですけども、富永さん、この件はどうですか。ああ、おりさる。じゃあ、レッツゴー、誠。オッケー。お、投げて。さあ、頑張っている、注意。注意配信対象、注意。いい草崎。投げているのは岸田誠だ。あった、勝利権があるって。NRさあ、1P チーム、今日は、抜き心理がいない、そして元気も 2P 側に行っている。かなり厳しい戦いが強いられることが予想されているか、しゃがみ10番、これが注意配信の注意、アイアム注意。いやー。ここで出てきたのは、晴れ誠はさ、黒い誠に続き、黒い誠が出てきて、そして 2P チームには3人目の黒い誠、ダンカーも潜んでいるという噂があるが、さあ、隣にいるのは、だがしかし、富永さんなので、ダンカーはどこに行ったのか、それはわからないが、壊し、ダイヤシー、チェソ。さあ、注意は、誠に対してどう攻めるか、タイルギリの診断チー、壊しない決めて画面端、さあ、これはキープしたい。ディープ投げて、注意の勢い止まらない。あー、運が悪い。運が悪いですね。ほんと。富永さんなんか、じゃあ、元中継、元中継、中継。元中継を振れと。さあ、富永さんから元中継を振れと、そういった指示が出ております。投げて。おー、さあ、ライバー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 、頑張って、誠。勝利権が決まらず、壊しかしない。ふざけんなよ。富永さんからふざけんなと。あー。出やしない。できる。出っ歯しっかりしている、注意。運が悪い。ウイスキーが大好きですよ。酔っ払っていると。じゃあ、今日は誕生日ですよ。今日は誕生日だからね、あなたね。33歳。あなた33歳の誕生日ですよ。いいよ。バースデースペシャルですよ。富永バースデースペシャル。じゃあ、スペシャルウイスキーを飲みましたでよ。スペシャルウイスキー飲みましたか。声がだいぶ外人みたいになってますね。日本語はなんか外人みたいな喋り方になってますけど。じゃあ、富永さん、この数ヶ月で何が起こったのか。それは定かでありませんが、画面上注意が異常に頑張っている。オーナスクラブル。しゃみ5番。オーケー。バルライン大将走ってきたのに勝利権取れ、夢あるのような勝利権。よしゃぎみ中盤、スクラッチョイル、壊し、中段ガードしている、これが C の反応。あーっと、タルバインだ、オーケー。これがタルバインだが、注意、怒り浸透。頑張って、タルバイン。注意、マスクの下に笑顔がなくなっています。投げて。Let's go, タルバイン。ラブチ円柱盤、バッシュ壊しからしているが、下部の上手いタイミングで入れてって注意。まだなんだと。さあ、飛びます。飛車飛びます。オッケー。振ります。決まって。投げている。タルバイン。タルバインさん。ラブチ注意厳しい。タルバインさん。中足、イエクササキ。タルバインさん。さあ、勝ったのだ。勝った。
Yo, Terumen-san. You know, I really think after Remy does cold blue kick, Tomiya-san, だいぶ英語上手くなりましたね。さあ、そしてここで出てきたのは、really can't do anything. 池袋の番長、トマンさん。さあ、タルマイン、いいのか？タルマイン、いいのか？そんなに攻めていいのか？そんなに相手のダメージを奪っていいのか？後で何をされるかわからないぞ。いいのか、お前。女性プレイヤーにキレの一生あげなくていいのか、タルマイン。お前はそれでも男なのか？まさか、勝つ気なのか、タルマイン。お前いいのか？投げて。タルマイン。さあ、班長頑張ってほしい。いやー。赤木。赤木、小田原、そして最終的に網走と悪いことは全部した、はい、そう言っておりました。ただかつて若い時はバイクに乗ってさっそうと道を駆け巡ったもんだと鳥羽さん言っておりましたが、さん厳しい厳しい。じゃあ、運がいい運がいい。さあ、ここで出てきたのは、サネのラットリーですが、サネさん、さあ、サネ対タルマインということで、これは誰ですか、富永さん。これは、ゴロネコさん。ゴロネコさん。ゴロネコさんのラットリー。ゴロネコさんだよ。さあ、富永さん、どうですかね。はい。これは、ゴロネコさんは、久しぶりに僕登場したんですけれども、はい、まあ、なかなか久しぶりの東西戦ということで、はい、私がいる間、東西戦どうでしたか。あれ、名勝負しかなかった。名勝負しかなかったと。何やってんすか。俺がいないとき東西戦はやはり名勝負しかなかったか。名勝負しかないし、はい、太平という重しを、太平という重しを引っ提げて、はい、今日この日まで繋いできました。太平重しでしたか、やはり。あいつね、ダメ。ダメですか。じゃあいいか悪いかって言ったらどうですか。ない。ない。2013年は太平さんは、プッシュしません。プッシュしないと、はい、攻撃プレイヤー大変に対して非常に失礼な一言を浴びせる富永ですが、あと富永さんなんか、え、あれさっきと服変わりました。いや変わってないよ。あれ服変わりましたよね。着替えましたよね。着替えてない、着替えてないよ。あれ、いやさっきからずっといたやん。でも富永さんそういえば、はい、あんまり高校時代とか中学時代富永さん勉強してないって聞いたんですけども、でも英語だけはかなり勉強したんですね、富永さん。だろ、かなり上手かったですね。あね、今までね、ちょっとね、秘密にしてたんだよね。今まで秘密にしてたと。ああ富永、実力はノーアルなんとかは爪を隠すと言いますが、バカはバカです、富永。おい、お前、お前に言われたくねえよ、お前。バイケ、EX、マシンガー、コラダルさんで、ダルバイガーダルバイスカッシュ。さあ、ここで登場が、サネさん。さあ、そして今度はサネです。今度こそサネ、サネマコト対タルバイン、はい、本当は、はい、兄より優れた弟はいないをやりたかったんですが、はい、ちょっと今日は順番変わって、はい、弟が後ですね。あ、サネさんが弟でゴロネコさんが兄貴と、はい、三鷹勢ですね。三鷹勢だと、はい、まあ、ただしかし最近はね、三鷹の源泉も潰れてしまったということで。あ、なんかそう潰れたっぽいね、はい、なんかホームレスになったっていう。あ、ホームレスになりましたが、はい、そして、まあ、富永さんと一緒ですね。え、そして、まあ、富永さん、この誠対エレナなんですけども、はい、これどういったカードですかね。これはエレナの、はい、ラウンドアーチが強すぎて唐草が入らない。ラウンドアーチが強すぎて唐草が入らないと、はい、それどっち有利なんでしょうか。8-2 でエレナ有利です。 8-2 でエレナ有利なんだと、はい、スクラッチョイル。やはりタルバイが勝っているところを見ると富永さんが言ってることは本当なのかもしれません。しゃがみ台番、あ、10年やってますから。10番ガーサー、嘘しか使わない富永、イクセスのチャンスト。おい、最後は剣、圧倒的なこと。うまいよこれね、運が良くないと勝てないんですよ。これ運が良くなければ勝てないんだと。で剣だってガードしたらもうあれだもん、まだ分かんなかったじゃん。さあ富永語っておりますが、これはどうなる。前ブロ取ってシャグジマンセスト、チェストに行こうとしたところスクラッシュオイルか、しゃがみ中盤スピニングミート出た。サルバインでいけ、全然全然ガードしている。スピニングミートリベンジ、しゃがみ中盤つながっているか、連続に当たっていなかったサルバイン勝利。富永さん、まあ、タルバインは4連勝ということで、はい、
もはや、チャット勢の中ではもうこれはタレバインではなくビルバインなのではないかと。ビルバイン迷彩型ですね。しかもビルバイン迷彩です。迷彩かかってますよ。あ、夜間迷彩仕様ですか。はい、迷彩かかってますよ。やさ、夜間迷彩仕様になったビルバインということで、はい、やはりここは翔様もびっくりな展開、4連勝ということで、はい、バーンバニングスさんとしてはどうですか。バーンバニングスさんとしては、はい、結構やりづらいですね。かなりやりづらい相手だと。かなりやりづらい相手だと思う。翔様やはり地上から来た聖戦士、はい、かなりやりづらい相手だと。相手妖精ついてますからね。妖精はついてますからね、確かに、はい、ハイパーオーラーにされるときつい。まあ、だがしかしバーンバニングスも聖戦士、やはりここで弁当屋バーンバニングス、弁当屋ことバーンバニングス、ビンタビンタビンタのバーンバニングスのビンタが出ましたが、お弁当屋だよ。さあ、まさにこれは聖戦士たちの戦い。お弁当だよ。まあ、ちなみに富永さん、ダンバインの世界なんて言うんでしたっけ。なんだっけ、ラングラン。なんだっけ、マサキンってこと。ラングランはマサキだっけ。ラギアスじゃなかったっけ。ラギアスじゃないです。ラギアスがマサキンのことですね。ラングランでいいじゃん。太平にも嘘つかれたんだけど、太平がラングランっつってさ、マサキだろって言ったんだけどさ、バイストウェルです。あ、バイストンウェルって富永さん、はい、あの地上と海の間にある世界みたいです。確かに地上と海の間に バイストンウェルという世界がありまして、 そ, うだ、まあ、その中で戦っているのがやはりこの、バーンバニングスとショウ様、今画面に映ってる二人です。バーンバニングスじゃなくて俺、まあ、お互いかなり老けてますね。俺トットの方が好きなんだけど。トットの方が好きだと、うん、僕はトットギネスの方が好きなんだとおっしゃっております。富永さん、まさにどうでもいい情報投げて、ラダチイエスワルト。お前散々つっついてる。あ、ちょっと黙ってもらえますかね。うるさいんで、ちょっと黙ってもらえますか。さあ、逃げ、ここがベトエガバティル、バーバニングスのようなビートを見せて、お前これは、しかし、翔様、聖戦士として負けられない戦いだが、先に連続突進級ならバーバニングス。トッドギネスは？トッドまだ？ライネ、ハイパーライネックの話してる。投げて。え？サルバイン頑張っている。頑張っているが、最後に勝ったのはバーバニングス。原作通りは一緒いかない。お弁当だよ。お弁当。さあ、富永さん、9対決です。はい。9対9ということで。9対9。はい。これは、やはり同キャラをやる上で富永さん、大事なことは何ですかね。9対9なんで、はい。まあ、9対9なんじゃないですか。かつてですね、最近今、月曜日は数字の9かなと思ったんだけど、月曜日そこ拾ってくれるかなと思ったんだけど、大山ニュートンでですね、はい、最近月曜日10月をやっているらしくて、はい、まあ太平対聖君というカードがあったみたいなんですね、はい、でまあユリアン同キャラということで、そこは太平さん勝ったということなんですけど、あ、なるほど、はい、やはりそういったところも、まあ聖君、実力的には聖君が勝ってもおかしくない試合だったと思うんですが、はい、まあ同キャラ、大事なところはどういったところになるのかという、はい、やっぱりあれですよね。プレイヤーとしての疑問ありますね。はい。ヒット確認を点数でやれば、はい。できる方が勝つ。ヒット確認を点数でやるとできる、それができる方が勝つんだと。はい。お互いできない場合はどうするの？どうなるんですかね。お互いできれば、いや、お互いできない場合ですね。お互いできない場合は、はい。TM さんに聞くしかない。TM さんに聞くしかないんだと。はい。お互いできない場合は、TM さんに聞くしかない。はい。TM さんがいない場合はどうすればいいんですかね。TM さんがいない場合は、はい。運がいい方が勝つ。運がいい方が勝つと、はい、まさにこれは新参者プレイヤーの言っているような言葉だが、新参者って言いました今。はい、あれ、ね、ポットでですよ。あれ、ね、10年やってますから。ええじゃないですよ。え、今さら10年やってるんですか。ちょっと待って、10年やってますから。富永さん、はい、え、10年やってられるんですか。失敬ですよ。あ、富永さん10年プレイヤーでしたか。いや、これは大変失礼なことを私してしまいました。失礼しました富永さん。もうもはや富永さんには10年の歴史があるということで、はい、さあ、男富永、やはりね、今の強さは10年間蓄積したものなんだと、はい、まあ、やはり今日はそういったところをね、見せていこうと、そういう意気込みで富永さんの画面と、はい、格ゲープレイヤーウィキを見て見直してください。かしこまりました。すいません、申し訳ございません。さすがにだよ。さあ、そして画面に映ってるのは、久しぶりじゃなかったら俺切れてるよ。さあ、腹を投げる機会が、これは、1ラウンド取り返していますが、さあ、対する弁当屋、どっちかというと弁当屋はかなり硬いイメージを持つ、確かに、持っている印象です。そして腹を投げる機会、今攻めている、前出し、まあ、大平が先ほどアドバイスしてましたが、え、大平さんが先ほど横からアドバイスをしました。一丁前に、はい、アドバイスしました。
まあ、大平さんも CNN プレイヤーに近いものがあると思うけど。でも、大平さんだってさ、ほら見てくださいよ、ほら。どうて、はい。今日言おうと思ってたんですよ。はい。大平さんのあの、ツイッターのアカウントがなんと。なんか知んないけど。大平さんのツイッターのアカウントが載ってる。なんでゲームストップ、スポットバーサスの、はい、この画面の上のところに、はい、太平666があるんですか、あれ。なんでですか。いや、もう僕、久しぶりに来たんで全然理由知らないんですよ。おかしいじゃん、なんでも。全然関係ねえじゃん。久しぶりに来たんですけど。そんな、オーメンも切れるよ、そんな。オーメンも切れると。ダミアンぶち切れるよ、そんな。ダミアンも切れると。うん。さあ、これなんで太平666残ってるんですか。多分、あ、なんかね、聞いたら、はい、太平が、なんか森兄に言って、直接乗してもらったらしい。森兄に頼み込んだ太平。じゃあ、画面上で映っているのは、腹を投げて機械対弁当屋だが、しかし、私たちが気になるのは、太平666という数字。ダーミアン、時間がない、時間がない。勝ったのは、腹を投げて機械。じゃあ、俺も、森兄に言って。さあ、ここで出てきたら、月決め、月決めならぬ、ならぬ結局、結局万太郎剣です。はい、ここで登場は結局万太郎剣。おっと、今のはラッシュに対して投げている。非常に素晴らしい反応を見せた。腹を投げる機会は強い。しかし、さあ、ちょっと動きにくそうな万太郎。はい、中盤ラッシュ、中盤ガツ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 攻めていく。この剣連中の地段頭が下されている。中剣の新連続突進。うわぁ、強えなぁ。非常に冷静な、強え強え、冷静な腹を投げる機械。冷静に腹を殴っております。腹を殴りまくってますね。チャミ5番練習盤取って、これは勝利権、勝利権は入らない。チャミ10番ブロって、おっと、立ち上げ、おぉ、新しい中大、中大から出なかった。ダッシュ中大、まるでカプコムエース SNK のような、はい、はい、ダッシュして相手のガードクラッシュをさせて誘っていくと、まあ、そういったスタイルのガツガツ攻めていくんですが、雰囲気的にはそうですね。カペスもやってたのかもしれないですね。下の台足5番連続突進、これがロシール下の台足中盤中小に出ない。ここからの最大で地方に苦笑い投げて、おー、できる。隣で地方が苦笑い。ねえ、ジローさん、なんで笑ったの。下風呂、前風呂に対して地方も苦笑いがありましたが、勝てばいいんです。勝てばいい、いいんです、いいんです、勝てばいいんです。さあ、万太郎頑張りたい。じゃあ、ここもうちょっとお互い慎重になってる感じですね。さあ、言っておりました、月決め万太郎、やはり自分としてはコインパーキングに車を止めるその行為が許せないんだと。やはり月決め、勝つのは、最終的に勝つのは月決めなんだと言ったのだが、行こうさあ、腹を投げる機会。言ってません。投げて、バックジャンプ体験ね、突進 EX? ちゃんと追い打ちをできるな。中盤体育しっかりしている。 EX 発動拳、しゃみ中盤現象を止めて、まだ上がらない。バックジャンプ、あー、勝ったの、あらおらぎりっかい。なーこすり、さあ、ここで登場は 501WX、 501WX リーバイニー、注意配信でおなじみ、はい、リーバイスを履いた男、リーバイニーです。ジーンズをこよなく愛する、初登場ですよ、富永さん。そうだね、初登場。トクラ1日限りの復活ということで、はい、はるばる注意配信から来てくれました。なるほど、リーバイニーです。あ、でも俺もジーパン買ったよ。504503ですね、そういうなら503ですね。01504。あ、これエドウィンらしいです。エドウィン、まあ、エドウィンらしいです。リーバイスじゃない。画面上に映っているのはリーバイ、ダッシュしてきたのに含むジーンズが破けてしまったか。リーバイ大丈夫、ヴィンテージだから大丈夫。ヴィンテージだから大丈夫ですかね。相手ヴィンテージだから、相手穴が開いても味でカバーする、それがリーバイのスタイル。お前なめんな、ヴィンテージっつって。穴が開いても直せばいいじゃないか。じゃあ直したらダメなんだ。直したらだって直したらダメなんですか。だってあれそのまんまがいいんじゃないの。味がいいんですか。味が、いや補強もかっこいいと思いますよ。503-01、あーたしたブロディーバイス 501WX がパンパンになってしまった。あーがー、
これちょっと富永さん、ちょっと相手強くないですかこれ。強いね。ちょっと。腹を投げる機会、ここでちょっと出てきましたけど、ちょっと早かったんじゃないですかね。ちょっとね、相手どんだけ勝ちてんだ、あれ。シムマコト登場です。さあ、ここで、登場はシムマコトだ。ひどいテクニカルだ。テクニカルのシムマコト。まあ、シムマコトさんなんですけども、はい。まあ、東京のプレイヤーで、はい。まあ、やはり、小学校の時はかなりシムシティで遊んだと、そう言っておりました。シムシティで遊んだ？シムシティはかなり、自分の中で一番好きなゲームはシムシティなんだ。シムさんじゃないんですよ。え？シブさんなんですよ。あ、シブさん。ちょっと。シブさん。ちょっと待って、打ち合わせ。ちょっと待って。お前さ。はい。お前さ、名簿見ろよ。エントリーの名簿見ろよ。お前今シムさんとか言ってなかった？ごめん。シブさんだから、お前。ごめん。ちゃんとお前、シブさんの誠で一番目だよ、お前。一番最初に書いてくれた人だよ。お前ちょっとさ、さすがに名前間違いにしてる。ちょっと素手見たかった。お前さ、久しぶりだからってさ、やっていいことと悪いことってあるじゃん。さすがにさ、そこはさ、いや、ちょっと申し訳ないことしたちょっとさ、さすがにさ、まずいからさ、ちょっと申し訳ない。そこはちゃんとやろうぜ。そこだけちゃんとやろうぜ。あとは謝っとく。ごめん。あれ？マイクちょっと待って聞こえてお前ちょっとマイク入ってるじゃねえかよドキドキとガガラとみたいな一部音声に乱れがありました。大変申し訳ございませんでした。気を取り直していきましょう。はい。しぶたい腹を投げる機会、私最初からしぶと呼んでおります。剣ガラクサー大パン EX シェソチェソーガラクサー大パン EX シェソチェソー、そして投げはグラフシン。さあどうする、しぶ仕留めに行きたい、仕留められる時に仕留めたい。あーナイス、うわすげえ屈伸で前投げ大パン、シャイン大パン。さあ、シブかなり動くが、あーっと、ブルが決まった、おい、あー惜しい、腰、めぐりちげ、あれで、さあ、非常にお互い動いてる、ナイスガード、ビンタ、出し投げ、まだ勝負上がらない、ナイスガード、投げ、グラプシー、非常に、あーっと、勝ったのはシブ、やべ、超いい勝負だった。さあここで登場はドライヒューゴー、登場したのはドライヒューゴーですが、富永さん、はい、この富永さんとして見て、はい、誠対ヒューゴー、これはどういったカードですか。これは辛草大パンチェストやった時に、はい、誠側が不利なんで、辛草大パンチェストをやった時に誠側が不利、何もわからないです僕には。いやだってさ、ダメなんだよ、やることないんだよ、相手ぐるぐるおじさんだったら全部負けるからさ。ああ、辛草大パンチェスターなどにぐるぐるされたら入ってしまって、はい、次の打が恐ろしくていけないじゃないかと。それで8-2で誠は不利とか、どうせまた同じこと言うんだよお前。違う、8-2じゃねえから。お前には聞きません。8-2じゃねえから。もう聞きません。8-2じゃねえから。しかし、8-2じゃねえから。9-1だから。サムマシェ。え？最後中継。8-2じゃねえから。9-1だから。中継1ラウンド先に取ったら渋誠。俺九州で分からされたんだよ、ヒューゴの強さを。九州でナルトヒューゴに痛い思いをして、とんでもない目にやって帰ってきました。中盤ギガスベリーカーニアライ大形大射撃シーパーチェスト、腰パーム投げてドライの壁8は実にドライ。だから言ったじゃねえかよ、これ9-1だって。9-1で、ヒューゴ有利ですか。9-1でヒューゴ有利。バックジャンプライバン。誠側はやることはない。ジャンプライケー。だからさ、ダブル吹きとか入れてもピヨンないからね。剣 !EX 剣 !EX 下ろし、あっと、ここは回していく。富永さんはこれを警戒していたと。はい、これ、このぐるぐるおじさんが強い。やはりこのぐるぐるを警戒しないといけないんだと。はい、したらだってもうなんか消極的になっちゃうんで。パーム、そうするともう、ま、なんか、もうなんかやることねえな。まあ、ギガスベリーからゲージも溜まってますからね、やはりかなり気になるところではあるんですが、あと次ここは投げ、安定したダビルズを取っていく。しゃがみ大パン。前大パン非常にうまい。この渋誠非常に動いている !EX スルギー強い。強い。さあ、そして、トネガワキャミーではなく、トネガワリュウ。トネガワリュウです。これ本当にその噂のトネガワさんで、噂のトネガワです。トネガワさんでよろしいでしょうか。はい、
ストリートファイター 2X、最強のキャミン使いです。なるほど。あの中村か富永じゃない中村か利根川中村か利根川そう言われております。俺キャミン使ったことないんだけどさ、腰あとね、利根川さんです。はい、さあやはりタルバインがかなり連勝してますんでね、はい、ここは渋誠に取り返していってもらいたい。さすがにね、そういった期待がかかるこの渋誠。ああ、ラスト新カード、さすが投げ返し渋腰 EX3。 うわ強えな今、マジか。さあ極力リスクをしょわないような攻め方をしておりますこの渋誠。うまい、いけそうだし、シルバトが非常にリスクリターンの読み合いがうまい。渋さんうめえな。まずいまずい、これしゃがみ中盤だな。まあ基本的には次のタコを無理やりかけに行くんではなく EX3 をうまく使っていって安定したダメージを取ろうと、そういった考えを持っております。相手ゲーム知ってる、まずい。渋誠非常に我慢して我慢して動く。無理はしない、無理はしない、渋谷チャミ10番ダッシュをよく見ていた。怖え、チャミ10番ダッシュしているときはチェストを出すが、ダッシュしていないときはキャンセル。 EX3、 うまい、これは非常にうまいぞ渋誠。マジか。さあここで森川さんが登場なんですが、まあだいぶ定着しましたね、もう見慣れた感があるこの森川豪樹なんですが、今日は渋川さんになってくれるのかって、そうですね、そういった渋対渋川気になるところなんですが、はい、まあそんな森川さんも、そうだ渋さんだね、渋どっちが本物の、そんな森川さんも闘技に出た時はユン使いでした。どっちが本物の渋かっていう、その渋決定戦ってことですね。えジャムだけ。さあ、ゴー期待誠だ、渋から怒りの天井使っている渋から怒りの受験 EX 倒し、どうした森から渋から怒りの空中波動拳、相変わらず2008年あの時から爪が甘い森から。カプコン VSSLK の時もそうでした、爪が甘いんです森から。やめてよ、森兄の思う森兄のことはあんまり言わないで。最後はサイコクラッシャーで削るだけだったんです。やめてあげてっつってんじゃん、だからあの苦い思い出、あの大事な場面、時の竜たなかったものを今ここでシベリア打ちたい。一番あー大パンセー抽選、シベが強い。あつがりさんお願いします。あつがりさんお願いします。さあ春になってやはり暖かくなってきましたが、桜も咲きましたね。あつがり、あつがっております。はい、徳田さん、なんかあの春の歌あったじゃないですか。シャツの腕はまくっております。春の歌あったじゃないですか。春の歌、はい、あの桜咲いたら一年生だったじゃん。ちょっと黙ってもらえますか。え、皆さんちょっと黙ってもらえますかね。あの今厚刈りさんが登場して、はい、これ渋さんがすごいよく、はい、あのね、非常にあの若手ながら頑張ってるんですね、はい、え、そんな歌なかった。非常に頑張ってるんで、渋さんの活躍をこっちは見守らなければいけないんですよ。実況しっかりしなきゃいけないんですよ。 あなたみたいにおちゃらけてる場合じゃないんですよこっちは。それ俺は本気だよ。バックジャンプライパン投げている。厚刈り夏は T シャツですが暑い、言っておりました。つがり言ってません。できる移動行くソルシー、これは前を取っている。中継しゃがみライパーは切り返して、つがりレベルが上がっているか。ハム出し投げ、腰行くソルシー、しゃがみライパーなんとか厚刈りとしては一撃必殺のギガスリーカメラ使っていきたいが、ガラクサダイバーイエクシェスト、最後はガラジャンプ投げ、チーム動いている。マジか。さあしかし厚刈り、これは第3最終ラウンドに、はい、ギガスビリカを持っていますからね、富永さん。まだまだ。やはりこのギガスのプレッシャーというのは、慌てる時間じゃない。関係なく。半分いきますからね、半分だよ。はい、おーしていくぐるぐる。ぐるぐる。
いいよ。相手切れるからね、いいよ。相手切れるよ、いいよ。大行け！あるか？ガラクさん！マジか。大バイエクスペソー。飛ばして。壊し。さあ、若干やりにくそうなシビだが。オーケー！しかし。さあ、シビどうする？熱に。正中線が当たれば勝てるドアイロクだが。熱に頑張れ。おー！三種のタイミングだ！F さんお願いします。さあここで登場は藤沢キタックス藤沢バーバーバー F のナッポリー。もう一回 F のナッポリーです。もう一回もう一回なんつったの。お前ちょっと待って、打ち合わせ藤沢から来た。いやいや、ちょっと待って、藤沢から来た男 F のちゃんとさ来てくれてる人に対してちゃんと場所とさ名前はしっかり言わないと。藤沢って言っちゃう。いいかげん、さすがに久しぶりだからってやっていいことと悪いことがあるから。ねえ、さすがに知ってるもんだって俺。さすがにさ、いや知ってるよ。ちゃんと言ったよ俺。知ってた。いやだからまあいいよ、マイク入れて早いやり直そうぜ。さあそして、あっあマイク入ってましたよ。ちょっと何やってんですか富永さん、今日2回目ですよ。あの一部音声に乱れがありました。1回目も2回目も本当に富永さん何を考えているんでしょうか。今こうやって F が頑張ってるんです。藤沢から来て頑張っている F、 そして厚刈り。しかしこの圧倒的なキャラ差を前に厚刈り異常に力強さを見せている。わーわっ、最後はジェットアッパー。あれ SA じゃねえんだ、ジェットが入んのあれ。マジか、どんだけ強いんだこのキャラ。ジャンプダイバーダイバー大剣ダッキング。ここはおっとーギガスムーダンカーが踊りやすい。新たなるマウンテンの登場なのか。大剣エクスパシンガン、大剣チューパーチェッパー、毎中継ですね。はい、ダドダードガードしてます。腰チューパー、うわータチューパー、切り返しが異常に速い。次のタックが異常に速い。そして出てきました、はい、ポケットにアメリケンサック、はい、せい君登場です。なめんなよ。父さんにもらったアメリケンサック、はい、母さんにもらった一切れのパンを服に入れて登場。せい君、天空の城から来ましたこの男。せい君、天空の城、天空の城が分かんない、ごめん。ラピュタです。ラピュタ、あの地平線。あっと、セクシューさんです。ちょっと待って、1ラウンド目まだここからじゃん。メリケン出してません。まだちょっとまだ先ある、メリケン出してません。まだ先あるんだけどさ、メリケン出してません。え、父さんからもらったメリケンも、母さんからもらった一切れのパンも出してません。そう、父さんが残した熱いメリケン母さんがくれたただの布切れ。さあセイ君、メリケンと布切れを武器に我慢して戦っています。ダットリーというキャラに対してはもうもはやただの技では勝てない。メリケンを使ってでも相手を殴ってでも勝たなければいけない。俺はエコダのヤンキー、若い時からそうやって修羅場をくぐってきたんだ。聖君はそう言っておりました。言ってません。投げて。F のナットリー。さあ、喧嘩対決？喧嘩対決だが、先に画面端、マウントを取ったの聖君。投げて、サイドマウントを取って。さあ、いいリズムで聖君は攻めているが、リープ、これが外して。しゃがみ中爆奥。さあしかし、はい、富永さん、はい、セイ君動きがかなり良くなっているんですが、まだメリケン出してないから。あ、出た、さあメリケン、メリケンが光のメリケンサック、腰スタート、できる、セイ君強くなっている、頑張りましたセイ君、はい、一瞬頑張りましたが相手はコロです。コロです。どうやらここまでのようです。大丈夫、メリケンがあるから。メリケンだよ、いくら喧嘩強くてもオロには勝てません、はい、あ、そういうゲーム、いくら喧嘩が強くても残念ながらレミー対オロです。
レミでオロには勝てない。レミでオロには勝てない。それがサードストライク。師匠厳密心が言っておりました。レミでコロにはオロには勝てないんです。それがサードストライク。いくらいくらコロとはいえ、はい、レミではオロには勝てない。はい、それがだが、しかしピエロさんはその後こうも言っておりました。はい、だからこそあの大山ニュートンでダーティーを倒した俺は神だと。神なんだと。だからだってさ、準優勝してるよ。だってレミ唯一の神厳密人であれば、はい、ダーティーでも倒せる。だがしかしお前ではまだ無理だと言っておりました。言ってました。さあそんな煽りを受け、言ってました。おっとメリケンが父さんからもらったメリケンが折れた。父さんがくれた熱いメリケン、母さんがくれたただの布切れ。さあ、セイ君厳しい。これは厳しい戦い。まるでヨルダン戦の日本代表を見ているかのような、この絶望的な状況。どうする、セイ君最後は料理機これ本当ダメなんだ。なんか頼む。総資産は2億6000万以上。ダンカーの父親が言っていました。言ってました。アメリカで小銭を稼いだと言っておりました、はい、ダンカーの父。さっき一緒に飲んできたんですが、そしてその息子ダンカーです。はい、はい、あの家の写真を見せてもらって、はいはい、家の写真見せてもらいましたが、はい、はい、したらマイガーデンつって、マイガーデン庭、 This is my garden。 はい、あの普通に森でした。森が出てたとフォレストガンプ一期一会ダンカー。ほんでなんか動物とかいるのっつったら、はい、犬とか猫とかいるのっつったら、はい、馬がいます。馬がいると、ナリキンボンボン野郎ダンカー。馬が強い。総資産2億6000万。終わってっからね。いや多少安い、いやちょっと安いかもしれませんね。20億かもしれません。ガチだから。ほんで、はい、ハウスの中に、ハウスの中に、家の中に、そう、YSB、YSB、YSB ハウスじゃなくて、ダンカーハウス。ダンカーハウス。ダンカーハウス。部屋、ルーム、はい、メニー、ハウメニールーム。ハウメニールーム。ハウメニールームって言ったら、はい。20以上。20以上 !20 以上、なんと、うん、!20 以上あるんだと、ジャックマンはもう、びっくりしてるが、ここはダンカー厳しい。部屋数では勝ってたんだけどな。部屋数では勝ってましたね。はい、さあ出てきました。はい、富永さん来ましたよ。 KP 側が誇る外人部隊、はい、外人傭兵部隊です。はい、さああの CIA をも叩き潰す力を持つという、あの外人、はい、あの部隊とか言って、はい、ダンカーがもう完全に日本人になってるから。いやダンカーが外人、ダンカーから始まって、はい、見てください富永さん、このマンの顔、はい、マンの顔、完全にこれ喧嘩どころじゃないですよ。さっきのセイ君10人いても勝てなそうですもん。これセイ君がさ、あの父さんにもらったメリケンでも勝てない。無理です。これはダンカーは、これはダンカーじゃない、これマンはね、かなりやり込んでますよ。やり込んでるよ。やり込んでます。喧嘩とサードやり込んでます。かなりどっちが強い。いやマンの方が強いと思いますね。これは喧嘩もサードもマンの方が強いと思いますね。いやーさすがやな。マンの彼女もちなみに喧嘩かなり強そうです。やめてお前、やめろよお前。お前さ、それ外交問題になるからやめろっつってたわ。そういうことよ。お前笑ってんじゃねえよお前。おいはぁはぁじゃねえよお前。おい、いい加減しろお前。さすがにそれはダメだろお前。おいそれ謝罪だよ謝罪。おさすがにお前、お前さすがにだぞお前。さすがにだよ。いや喧嘩強そうだくさい。ダメだよ。喧嘩とかしないから、女の子は喧嘩しないの。女の子は喧嘩しないの。トマちゃんだって喧嘩強いじゃん。トマちゃんはだってさ、松田さんとさ、ツートップ張ってたからさ。そう、松田さんが池袋で悪いことばっかしてる。さすがにさ、
いや、牛丼太郎で、なんか、相手のレディース血まみれにしてる鳥羽ちゃん見たって言って、松田さん言ってたもん。松田さんが。っていうことで悪いことあんだろ、お前。牛丼太郎で、鳥羽ちゃん牛丼食ってたら、なんか隣の女が、なんか全部生姜全部奪ってって、喧嘩になったらしいんだよ。ふざけんなよっつって、私の生姜っつって、お前いい加減にしろっつって、相手血まみれだって うわ、ご採水的にごめんなさいっつって生姜返して帰ってった。お前生姜で血を流すって新しいな。そんな女性もいますからね。踏みつけて。でもマンさんの踏みつけて彼女は喧嘩強くありません。ここはコロ頑張ってるぞ中盤だが、しかし地獄の放浴戦が、地獄の放浴戦があるんです。おっと、イエクソニアマリブ、みちりん、みちりん中継。この縦跳びジャンプ台形がね、このまあ多いんですよね。なるほど、あー、まあ強いからね、そこから。さあ、ここで、この必殺のヤギの名は、やばい、はめていく、はめていって、踏みつけて、鬼やったー、勝ったのはコロスケ。ダメか、次アークお願いします。アーク、さあ、ここで富永さん、そしてはい、外人部隊の3人目です。多分これがあれでしょうね、本命でしょうね。これが本命ですね。ちなみにこれ日曜日から来てたんですけど、はいはい、あのマツケンを倒してました。あのマツケンを倒し、そして昨日は大山ニュートンにて、はい、あの太平さんを、はい、同キャラで倒しております。いやでもさ、さすがにさ、太平さんと比べちゃうのはさ、あの太平さんでタックル、テリブル、テリブル、マイブロ、中継、ブロって、さあ、このワールド初のスヌーが、タックル、エース、これは下がってうまい。さあ、コロどうする、下ブロから、中継。おー、最後は投げてまだ死んでいないが、さあ、コロここから一撃当てるのもあるんだが、よく見てる。二王力、非常にやはりフリーフレームがガードされると大きいということで、タックルまで入ってしまう。はい。中継ブロック、前のホームランが出ない、はい、おっと、ここがいい、ソニアマ切り返していく、だがしかしゲージがない、この投げ、中継、素早い動きで相手を翻弄していく、このだが中足ダッシュに対しても非常に警戒心が強い、日輪打って EX 日輪、ゲージをふんだんに使っていく、大パンテ、いいよ、2マックスだよ、これぞヒット&ウェイ、しっかりした戦い方をしている、この日輪引っかかって、コロはユリアン選手、コロユリアン選手上手いですね。なんか間合いの取り方と、そのいやらしい攻撃が、基本的にはコロは、はい、自分から攻めていって、はい、コロワールドは発動するパターンもありますよね。そう、逆に択パターンなんですけども、はい、自分から攻めるか逆に択に行くかっていうパターンなんですけども、そうですね、ここはコロ非常に冷静に関わっている、かなり冷静ですね。これどうなんだろう、弾から石に変えてますね。まあ石でもはめられますからね。あー、スフィアとニチリの応酬、まあ一回ダウンしたらかなり厳しくなるんではないでしょうか。そうだね、どっちも一回投げが通ってからが、いい形でダウンが取れると、コロもヤギを天狗石を発動して大きいダメージが奪える、そういう状況なんですが、どっから投げが入るか、今かなり遠距離戦、中距離戦だ。おっと、ここで一発入って、相手が2枚逃げしがある、甘えない貼る、こっからエイジスリフレクターに対して、さあ、アークもここで天狗石、画面端、追っ払っていく、コロに対して、あっと、天狗石が機能しなかったことでコロはやり直さなきゃいけないが、 EX セットバックドに切り返して、体形日輪、さあやる、頭脳派コロ、さあ、そろそろ強い人が出てきます。してあれ、え、富永さん、はい、マギー登場ですが、マギーさんですよ、はい、次マギーさんですよ、マギー登場ですよ、マギーさんですよ、太平さんは、え、いやマギーからの太平ですよ、マギーからの太平、当たり前じゃないですか、マギーからの大変とかあるんですか。だって昨日ニュートンでマニアックスのランキング見たじゃないですか。あ、昨日ニュートンでマニアックスのランキング拝見しましたね。マギーさんと大変さん、どっちが上でしたか。はい、大変さんがポイントランキング2位です。正解。
31ポイント。はい。1位は大関さん35ポイント。はい。2位が大平さん31ポイント。はい。2位です。やはり、そういうことなんですか？はい、そういうことです。でも我々何番目に取りました？我々は忘れた頃に取りました。さあ、そしてやはりここはマギーが圧倒的なキャラ差を。はい。はい、まあ、しかしね、ここはキャラ差だけではなく、マギーの実力かなり高いですから。マギーさんいいよ。2ゲージある、早も相手やることないよ。実力だけで勝てる、キャラ差だけで勝てるカードでもないですからね。はい。このオーラ対チュンリー。相手やることないよ。さあ、非常にマギー上手くなっているか。はい。おっと、チラシに対して安いよ、安いよ。全然安いよ。鬼ヤンマを怖がらないマギー。自分のチュンリーが。はい、もう終わりだよ。2本溜まっているこのチュンリーがどれだけ怖いかということを、マギーも一番よくわかっている。色投げ。色投げ厳しい色投げ最強最強だよ。はい。森の中でトトロトトロです。トトロトトロ、はいはい、トトロトトロ、てててててて、昔から住んでる。あれ、トトロ強い。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 トトロが強い。トトロ強いな。圧倒的なトトロ。さあ、マギーはワールド全開だ。マギーワールド。さあ、マギーワールド対トトロの森。はい。踏みつけて踏みつけてゲージを回収したい。さあ、だがしかし、トトロゲージが溜まってますからね、これは。トトロゲージ溜まって！危ない！上げていく！トトロじゃなくて、トントロって書いてあるじゃん。トントロ、トントロ、はい、はい。トトロ、トトロ、はい、はい。さあ、そして、ジロー、ノリノリだが、終わり？ノリノリジョン・ジローに対して、黒丸大剣、これが私、中継、連続、アタック！スタンしているきれいだよ。さあ次は誰かな。当たれば運がいい。さあ、あーっと、ここでいつものトクラさんだったらビッグルを買うんですが、オレンジーナ、オレンジーナ、オレンジーナね、運が悪い。ほっぺに氷入れて飲むとマジうまいから。そういうこと。うわー、お前なんかさ、これからしゃまあ、ちゃんとお前実況しなきゃいけないのに、ジュースを飲む。あー、このために生きてる。まあな、シャチークだからな。このために生きてる。シャチークや、しゃあないな、シャチークな。あ、これ誰、ヘボルートマギーかな。ヘボルートマギー、ヘボルートマギー頑張って、はい、どっちも頑張ってほしい。お前さ、ちゃんとやれよ。お前東西線命かけろ。トラーガーは、うわー、わかんないよ、あれわかんないよ。やばいやばいやばい、ヘボリー頑張れ。お前ヘボリュー頑張れって言った瞬間にお前一口飲み出すってどういうことだ。一つも応援してねえだけど、どういうことだ。ちゃんとやれよ、ヘボリュー頑張れ。さあ、まあだがしかしやはりね、このチュンリー対リュウという非常にキャラ差のある戦いですから。そういうこと。これきついのか。マギーさんも2マックスだよ。相手もやることないはず。いいプ打ちました、画面走れ。うますぎる。相手やることないからな。あー、運がいいな。相手運がいいな。いや、しかし、エボリュー、リュウで頑張ってますね。はい。圧倒的なキャラ差があるんですが。もう、これで2マックスからの、マギーさんの、移動投げだけで死んでいくパターンかな、これ。あと翻訳戦が出なかったか。相手切れて昇竜パナスのだけが、ほんと移動投げだけで死ぬのこれ。お前なんだよこれ。フリアさん、ちょっと今見て、今見てじゃん。
ダミアン来そうになった今。今ダミアン来そうになったね。ダミアンが来そうになった。もう腰淡々とマイクを狙ってますよ。ダミアン。いやでもな、でも富永さんもう半年以上やってるわけじゃないですか。はい。もうコンビでやってるわけじゃないですか、富永さん、大平さんと。これね、今日久しぶりにね、肩の荷が降りたんだよね、今日ね。今日ちょっとね、ちょっと軽くなったね、今日。そんな今日は楽しい。いやいつもあった。やはりマギー強い。サードマニアックスであの力丸も元気足しているマギー。マギーさん、マギーさん強いの知ってっから頑張れ。そしてあのサードマニアックスでは早あるポイントランキング2位に輝いている太平。2位に輝いている太平さんは、はい、まだ温存してます。まだ温存してますね。まだ温存してます。マイクが先か出番が先か、そんな感じですね。やめてください。え？さあここはフリア、やはり熟練プレイヤーの意思を見せていきたい。はい、剣大剣、やはりしかしマギーやっているのがかなり動いている。投げて力強くなっているマギー。はい、いや非常に動いてますねマギー。はいはいはい、うまい中足タイミングでって言ったが、大丈夫、聖地食らっても知らないから。さあギリギリの場合をキープしてマギー、素晴らしい動きを見せている。聖地食らっても知らない。カラクサ、さあだがしかしここはなかなか厳しい。だがベテラン、ベテランの知恵がここで炸裂して、そのダブルアップだけだよ、そのダブルアップ、素晴らしいウルヤの知略。リエクシェスト、バックジャンプ、非常に警戒心が強いキュリア、これが素晴らしいコンバックのガラクサ。リエクシェスト、ダイナイジェスト、決まって、ウルヤ勝利。元気、ちょっと待って、元気頼む。富永ちょっと待って、富永さん、はい、覚えていますか。覚えてい、大変さんが、え、はい、あのサードマニアックス優勝した時の、はい、あのコメント、覚えてますよ。このチームは2番目に、はい、自分が強いのでですよね。書いてありました、ね、書いてありました、ありましたね、書いてありました。そして元気のダットリーが登場なんですが、はい、ここはウルヤ、ウルヤが1ラウンド先制。マジかよ、俺元気のダットリーでやりたくないからね。あー、ウリアさん頑張ってよ。まずい、まずい、頼むよ、ウリアさん、元気心頼むよ。さすがに、さすがに頑張れ頑張れ。ダッドリーノが強いから大丈夫だよ。ナイスガード、ダッドリーノが強いから。次シャミだけ体力がほぼ互角だが、ふざけんなあれ。フリアよく見ている。あー、ナイス警告からのじゃんけんポン、じゃんけんスパー、ジャンケンスパーク。さすが元気心。元気、俺らは太平の手を煩わせるまでもないと。毎中警告、そういう形で優勝しよう。おっと、これはゴーヤクス、うわ、クリアのラブラップされている。リエクシェパーダンキングホーク、ワンツースリー、ワンツースリー。さあ次は徳倉さん。さあそして出てきました、元祖不良邦夫くんです。熱血コーファー邦夫くん、サード界不良しか、ね、今いないですからね、はい、あの一人で大運動会やってますから。本当に聖くんとか鳥羽ちゃんとか本当に、はい、あのこの前国に鉄洗い投げられましたからね。本当ですか。はい、ぶっ飛んだボーンつ。まあ、だがね、ダトリ戦には非常に定評のある国なんで、はい、ここはなんとかしてくれるはずです。おい、大運動会熱血行進曲でね。さあだがしかし1ラウンド取ったのは元気、しゃがみ中盤、OK、中継です。さあ元気に対してちょっと攻め上げれているか、国にやばい、ナイス、うまいな、見せている、うまいな元気心。
しゃがみ終盤取って仮番だったが、これ早く。あ、いけるな、これ。ライダイファン。頑張れ。ナイス、裏回りからの。じれったくた飛んだところに、コークが待っている。いいね、ダート TC いいよ。さあ、厳しい、厳しい状況が続いている。相手のゲージが溜まんなければ終わる。終わった、おっと、めぐり、田坂、ハドケン。ワンチャン。おー、ライダー、ライダイファン。オッケー。ここで登場がトンクラさん。さあ、ここで、トンクラ登場です。ほぼ3ヶ月ぶり、正月1月3日以来の登場です。絶賛社畜中だったようですが、サードはあまり触れてないと思います。ここで元気心とどうなりますか？というわけで、富永さん。はい。トクちゃんの動き見てどうですかね？トクちゃんね、はい、あのね、昨日もちょっと対戦したんだけど、はい、あれ弱かった。トミやめてあげて。よかった。やめてあげて。しょうがないから。多分ね、うん、あのね、サードよりもね、多分喋りたいと思うよ。マイクが本業だった、今日。うん、だから多分ね、すぐ戻ってくると思う。すぐ戻ってくると思うよ。さあ、ここはしかし、元気心、コーク打っているー！徳ちゃん？徳ちゃんは、はい。あの、大変にもう喋らせないっていう意気込みで今日来た。あ、そういうのにできたの？はい。サードは二の次だと。はい。俺はマイクで今日仕事に来たの。あ、なるほど。俺は今日サードしに来たんじゃねえ、つって。はいはい。俺は喋りに来たんだ。そして俺はあの、太平のアカウントを消しに来たんだってそう言っていました。アカウント消しに来ちゃった。はい。さあ、喋りにはがっつりだったが、久々とはいえサードでトクラ、ここで元気を下していけるか。イエクストロぶっ込んで、ワン、ツー、スリーで切り返すが、コパンで止めて、投げていく、旋風は中盤で潰すが、投げて、さあ、画面足これトクトクちゃんお疲れでございます。桜咲いたら一年無理だよ、トリアピエロ頼むよ。甘いすぎ、甘いすぎだから。これね、ピエロもやばいよ、これ、はい、えピエロもやばい、ピエロもやばい、ピエロもやばい。やるよ、あれ最大かな。さあ、ピエロ対元気、元気はキャンを変え、ラットリーになっていますが、この二人、往年の名勝負を見せてくれるか。しゃがみ中盤、合計。ちょっと、ちょっと、トバちゃん切れてるよ。トバちゃん切れてる。さあ、元気のラットリーが強い。というか、ラットリーが強い。師匠。ジャンプライバー、すかし投げ。ピエロさん。EX ブレグで。ジャンプライバー、ブロック。イエスルグレーやーやーやーはい、ダッキーガッパー EX サーダー、これはパラしていく、我慢したが最後だった、振り合わしたのに勝だだったないわ、トバさんから。あ、さあ、そしてここでアチ登場。アチさん、こいつムカつく、おせえ出てくるの、多分俺よりあいつおせんだ、あいつうせえ、ケーキ頼む、ケーキ、俺これほんときちんだ。壊し上げとガードしている、チラシ投げ上げラップして、ここでかすりスタック大パン頼むぐらい、元気さん、元気さん、5番投げてショートスイング、カニバガードクリーチャー出してブロッキーが開きない、さすがアツシさん、厳しい戦い。アツシさんはダッドリー戦得意なんですかね、これ。でも元気もね、うまいからね。やめて、強い方のアツシとかやめてください。強い方とか弱い方とかないんで。ターゲットからやめて。毎週系。ブロって、ルービーに行きたい、投げて。中継。しかし。ダッシュ投げ。通している。EX くらいから。5番固めて、シャオが来ました。お疲れし。シャオ投手、シャオさん来た、すげえ、やっぱ強い方のアツシさん、これは飛炎でしたか、風切りですね。おっと、マイチータンからのしゃがみチータンダッキングコーク、ふざけんなの、マイブロ、おいパワルテ、おっと、これ入らない、 EX つぬし、オッケー、マイチータンコーク、はい、じゃんけんぽん、はい、じゃんけんぽん、アツシさん、ゲームで怒っちゃダメ。
ゲームで煩わせたらいかん。さあ、出てきたのは大将メスター。はい。だが、しかしこのメスター、はい、非常に今時間があるということでかなりやり込んでます。やり込み苦手なラットリー戦なんですが、どう克服してきているのか、そういったところにも注目が。そうだ、この前、はい、あの、ね、世代別対抗戦で、はい、国人を倒して優勝したユンがいました。あ、本当ヤックですかそれ。いや、違う違う、それメスター。あ、それはメスターさん。マジですか。メスターさん、そうだよ。あ、メス役富永でしたっけ。はい。あ、で、メスターさんが倒したんですか。はい。本当に。で、その前に RX さんと抜きさんを倒したあの誠使い、レッドリー戦が実に苦手なメスターなんですが。違う、ここは異常に頑張っている。その前に黒人も倒したと。その前に RX さんと抜きさんを倒した誠使いが、でしょう。え、チラシジャブダイバン、しゃがみシューバー2回ブロッテ、しゃがみシューバーダッキーコーク、裏回って投げて、これがメスターの力強さ。前中継コーク、うわ、グラブしてゲージを食べたい。うますぎる。しゃがみ中盤から今度は立中盤だったんですが、前風呂スタルドではなく前風呂を選択していた元気。読み合いに勝った、そういえるでしょう。リープしゃがみ中継手さん、チラシ、ここで発動していく。固めて、うわぁ、奇跡か。手さん、中盤2勝。ニラしっかり決まっている。オッケー。前中継ガードして。おぉ。チラシでしょ。これはしっかりガードしていました。チラシだぞ。マジか。前中継、チラシだかい。あー。メスター、ルンバル、やはり富永さんやり込んでいるメスター、非常に強い。国に倒してますからね。太平からの指示、抜き合いを先に行けと、うん、出てきたのは力戦利、太平は後です。お、じゃあお前先に行けよみたいな。太平をお待ちの皆様、先に力戦利で申し訳ございません。大ゲーム取って、タゲ取ってさ、ゲージ発送して、毎中継項目、未勝鉄アンダー改善賞、しっかり決まって、大ヒ、ジャンプ中継、ここはしっかりガードして、テさん、鉄第一、これはレスターとしては大きい、ネクサーさん、ギリギリの戦いが続いているが、壊し、うわー、レスター、決定取る、やり込んでいるレスター、マジか、抜きさん、頼むよ。俺今日誕生日なんだよ。ゲーム雑誌が全盛の時代、ゲームスター、その本の名を取ってこのメスターという名前がつきました。今ではゲーム界のアルカリアの格月の発売になってしまった、この今の時代。さすがぬきさん、今日誕生日なんですから。格闘ゲームの時代を担ったこの二人です。メスター大抜き、先手を取って取り返していく、ネクシリー、腰刻んで、拒まれない。うますぎる、うますぎる。しゃがみ中盤2勝。安い。前方転身、しゃがみ中盤2勝。ゲージを食べて、中継、裏のタクシー、タクシーか。あったー前勝。ここは、まあ、中継で乗っている。うますぎる。だが、しかし、ゲージがない。ハケ。壊しでしょ。ネキシューターゲットで、ツーザーン、テンさん落として投げて、ベスター勝利。さあ、出てきたのは皆さんお待ちかね、真実は常に一つ、福野大栄です。大変よ。まあ、ワードゲーム強くなったんですね。そうだね。はい。だって、抜き行けっつってたもん、さっき。ですね。ただ、今、まだ当たり0点ですね。抜き行けっつってね、はい、さっき。チラシ大剣、ガビア橋やることがないが、壊し、大抜きが何吠えてますね。毎週剣、テンさん、さあ、メスターが非常にやり込んでいるから強い。もう富永が準備してますよ。富永準備してますね。富永準備してますよ。さあ、大変、あと
しょうがないしょうがないしょうがない笑いが止まらない。俺飲みついでに、ああ全勝負だった全勝負だった、おお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 あるこれある、ちょっと大変さ、大変さ、ジュース今日もジュース飲みたい。それこれ大将戦なんすか。大将、ネスター大将、ネスターが大将で富永のこと、富永がまだ一人いて、そうジャンプの池しゃがみ審判前哨食らいました。前方前進早めに掴んで点三、大パッテツは高いでしょう。再来を決めていく、おお大変チャンス、大変チャンス、大変チャンス、大変がやるのか、やるのか、大変やるのか。おお大変大変きたー大変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 大大演壇大演壇が行われております。じゃあな、1P チームの方は 2P チームに重賞、重賞を、真実はいつも一つ。よかったー、数ヶ月できるよ、あ、できるよ、はい。数ヶ月ぶりに登場してみた。ジュース誰か。大変なベストに勝つの。はい、はい、はい。